皆さんこんにちは。ミクロ経済学の問題から損益分岐点価格、操業停止点価格が分かっている時の固定費用を推測する計算問題についてお話の方をしていきます。問題はこちらです。まあ、こちらで見づらいという方は下に PDF のリンクがありますので、そちらの方を参照してください。問題文を見ていくと、まあ、このように費用関数が与えられています。そして、分かっているのは操業停止点価格と損益分岐点価格、そして、損益分岐点における、まあ、生産量という3つが分かっています。で、求めるのは固定費用です。ですからこの費用関数で言っているこの α を求めるということになるんですけども、まあ、いきなりですね、この α を求めるということができなくて、ベータだとかガンマを出して、まあ、芋づる式に、まあ、α の方を出していくという、まあ、こういった計算問題ということになっています。でですね、まあ、昔平成の最初の頃に、まあ、こういったですね、問題がたくさん出たんですけれども、まあ、最近はちょっと出てこなくて、またこう周期的にこう出てくるようになったっていうものになっていきます。でこういう今芋づる式のこういう計算っていうのは、まあ、苦手な方、初めて見た方っていうもの人もですね、まあ、この計算問題を通じて、まあ、何度か練習していくと、まあ、大体まあ身についてくるというふうに思います。それではですね、早速この操業停止点価格300、ここから紐解いていくことにいたしましょう。まあ、操業停止点価格っていうのはどんな状況なのかなっていうのを、まあ、試験会場でパッと、まあ、イメージできれば良いと思います。操業停止点価格が、300であるっていうのが分かっています。でこれからですね、未知数がアルファ、ベータ、ガンマと3つありますので、まあ、3つの方程式を作っていくという、まあ、そういった作業をやっていくということです。でその方程式はどうやって作っていくのか、まず第一に、操業停止点価格300、ここから紐解いて、方程式の方を作っていきます。これは平均可変費用、その最低点を、まあ、限界費用はこういうふうに、通過するような、まあ、こういった形になってますよね。操業停止点価格の状況というのはここです。ですので MC イコール AVC イコール価格という、まあ、こういった状況になっているということです。そしてもう一本方程式ができます。それは今最低点を通過するっていう話をしました。ですからこの操業停止点価格の状況っていうのは平均可変費用の最低点であるっていうここなんですよね。ですからここの状況っていうのは傾きが0になっているはずです。傾きが0であるってことはこの平均可変費用を微分すると、まあ、0になっているというこういった状況です。これが、まあ、操業停止点価格における状況であるっていうことが分かります。で特に重要なのはこの方程式を作るにあたっては、この下の条件ですね、これが非常に、まあ、役立っていくということになります。次にこの、費用関数、こちらを分解して計算の方に入っていきます。費用関数は α プラス β q プラス γ q の3乗というこんな形になっています。この内訳は生産量 q に依存する部分と生産量 q に、依存しない部分というふうになります。ですから生産量 Q に依存する部分がこれが可変費用です。可変費用 VC ということになりますね。そしてこの問題で聞いている α、 これは生産量に依存しない、関係がないので、この部分というのは固定費用ということになります。固定費用の、まあ、FC というこういった形になります。でこの使っていく可変費用ですね、この部分です。可変費用というのはちょっとピックアップしていくと βq プラス γq の3乗ということになります。で今言ったように使うのは平均可変費用です。ですからこの vc というのを、平均可変費用というのは生産量で割り算をすればよいわけです。生産量で割り算をするとベータ Q プラスガンマ Q の3乗ですので、ベータプラスガンマ Q の2乗というこんな形になりますね。まず
平均可変費用の方を出しました。これは後でまた使いますので、ちょっと置いておきましょう。で、まずここで使う、これこちらの方ですね。まずこちらの方を使って紐解いていきます。平均可変費用を微分して、まあ、ゼロということになります。ですので、平均可変費用を微分します。ベータプラスガンマ Q の2乗。これを微分して0ということですね。Q で微分をしますので、これはなくなります。微分する箇所っていうのはここだけです。そうすると、肩の数字を前に掛け算して肩の数字が1を引きます。2ガンマ Q イコール0ということですね。で、ここでですね、上の条件式から α、β、γ がこれそれぞれ0以外である。ガンマはイコールノット0なので、この方程式を成立させるためには Q イコール0というのが出てきます。 Q イコール0ということで、結局ですね、上のこれを持ってきましょう。 AVC 平均可変費用 β プラスガンマ Q の2乗というのはどういうことかっていうと、 Q イコール0より AVC はこれが β ということになります。こんな形で β であるっていうのが出ます。ですので、上のこちらですね、 MC と AVC と価格がイコールであって、それが300であるということです。 AVC と価格が300ということから、結局ですね、まず一番最初に出てくるのが β イコール300が出てきますですね。まずここで一番最初、アルファ、ベータ、ガンマの中で一番最初に出てくるのはこの β300 ですね。これがまず最初に出てきました。で、次に次はこちらの損益分岐点価格、こちらの方を紐解いていきます。損益分岐点価格っていうのはどういった状況であるのかを考えていきます。2番目、損益分岐点価格は3000ですねという形で出ています。状況の方を、説明の方をいたします。損益分岐点というのは、まず平均費用があります。平均費用、その、平均費用の最低点を通過するように限界費用というものがあります。こんなような状況ですね。ですから限界費用と平均費用と価格がイコールになっている、まあ、その水準が3000であるということです。そしてもう一つ重要なのは AC のこちらですね、最低点を通過するということですから、こちら微分をすると、こうしたですね、傾き0であるということは微分して0であると、 AC を微分して0ということになります。この2つを使ってまた新たに方程式の方を作っていくということになります。でですね、この損益分岐点に関しては、まあ、生産量も30って出てますので、先にですね、限界費用の方を求めてしまいます。限界費用というのは C イコール α プラス β q プラスガンマ q の3乗ですね。これが費用関数です。ですので限界費用というのはこの費用関数を微分するということになります。アルファプラスベータ Q プラスガンマ Q の3乗、これを微分してください。 Q で微分をします。そうすると微分する箇所というのはここだけですね。 Q で微分をします。これはアルファというのはなくなっちゃいますので、そうすると限界費用というのは肩の数字を前に掛け算して肩の数字が1を引きます。肩の数字は1ですね。ですから1というのを前に掛け算して1から1を引いて0乗になりますが、0乗っていうのは1ですから、ベータだけが残ります。
プラス肩の数字を前に逆算して肩の数字が1を引きます。3ガンマ9の2乗です。これがまあ限界費用ということですね。で、すでに分かっているのがもうすでに出ているじゃないですか。出ているのは Q が分かってますよね。そしてベータっていうのはさっき出したんですよ。ですからここでまあ限界費用というのを出すことができるというのが分かります。 Q が30です。この時の損益分岐点価格における生産量は30ですね。 Q イコール30。そして限界費用というのはこれは価格とイコールになりますから、限界費用というのは価格とイコールになりますから限界費用は3000です。そしてベータは先ほど出しましたね。ベータは300です。こんな形で、まあ、3つの数字が出ていますので、ここから計算をすると限界費用というのはベータ300足す3かけるガンマ、掛け算をすることの Q というのは30ですから30の2乗ということになります。ですね、こんな形で出ています。これが、3000であるということですね。3000、価格は3000であるということです。300を移行して2700ですから、ここでガンマは1という形で出てきます。1が出てきますね。これが2番目です。そうするとどん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 、まあ、芋づる式で出てくるっていうのが分かります。そして最後の、まあ、方程式の方を作っていきましょう。平均費用というのを出していきます。平均費用です。平均費用というのは消費関数は、アルファプラス、ベータ Q プラスガンマ、Q の、3乗です。平均費用というのはこの消費関数 C を生産量で割り算をしてください。こんな形です。そうするとどうなるのかというと Q 分のアルファプラスベータプラスガンマ Q の2乗というこんな形になりますね。で、分数だと計算が見づらくなるので、まあ、見づらくなるっていうだけなんですよ。別にこのまま計算していってもいいんですよね。アルファ Q のマイナスの1乗プラスベータプラスガンマの Q の2乗というこんな形、これが、まあ、平均費用と呼ばれているものです。で、先ほど見たように平均費用を微分して0ですね。微分して0となるってことですから、微分しましょうか。 AC をこれを微分して0という損益分岐点というのは0ということから、これを微分をしていきます。アルファ Q のマイナスの1プラスベータプラスガンマ Q の2乗です。これを微分してイコール0ですね。こんな形になります。肩の数字を前に掛け算して肩の数字が1を引きます。マイナスアルファ Q のマイナスの2乗、これはなくなりますね。 Q がありませんから。で、微分をするのはこの箇所です。プラス肩の数字を前に掛け算して肩の数字から1を引きます。2ガンマ Q です。イコールこれが0であるということですね。こんな形です。ですのでマイナスアルファ Q のマイナスの2乗イコールマイナス2ガンマ Q という、こんな形になります。で、アルファというのは2ガンマ Q の3乗という、こんな形で、最終的に出てくることになるでしょう。で、ガンマは1というのが出ています。Q が、そして30ですね。ガンマイコール1、そして、損益分岐点における、生産量 Q というのは30です。よりアルファというのは 2×1×30 の、3乗ということになります。で、最終的にイコールアルファは54000というのを出すことができるということですね。最終的に54000ということで、正解は5の54000
ということになります。